そうですね、1年ぶりの、試合だったんで、前回その怪我もあったんで、すごいその不安と緊張があったんですけど、そうですね、初戦からしっかり勝つことができて良かったです。何かご質問ありましたらお願いします。改めて世界大会で負った怪我というのは何の怪我だったのかと、 あと、まあ、今のコンディションっていうのはどうだったのかって聞かせていただければ。怪我なんですけど、内容、まあ、そんなにもし差し支えない程度、ちょっとまあそうですね、試合終わって、まあ、そのそうですね、ちょっと手術が必要な、まあ、ちょっと怪我で、ちょっと完治まで半年ぐらいかかってしまって、まあ、その5月の大会はちょっと出ることができなかったんですけど、もうそうですね、今はしっかり治って、そうですね、怪我はしっかり治って、そうですね、コンディション的にも、この10月の大会に向けて、しっかり作ってきたんで、コンディションも、そうですね、良かったです。全日本、無差別全日本がかなり久々だと思うんですけど、どうでしたか、改めて無差別級のこの全日本大会って。ああ、そうです。自分自身、その、まあ、体格がそんなに大きい方じゃないんで、この無差別で今まで、そうですね、優勝サインまではあったんですけど、やっぱその優勝っていうのがないんで、そこがそうですね、自分の大きい目標なんで、そこを目指してそうですね、しっかりやってきたんですけど、そうですね、今回まあそうですね、ちょっと悔しい結果になったんで、そうですね、また頑張りたいなと思います。まず一つ山場として準々決勝の、渡辺優作選手の試合、この試合振り返っていただいていかがでしたでしょうか。そうですね、トーナメント見た時から A ブロックに渡辺選手がいてたんで、やっぱそのパワーとスピードがずば抜けてる選手だなというふうに思ってたので、やっぱりそのそうですね、やっぱりそういう選手だからこそ、やっぱ自分から先に攻撃して主導権を握っていきたいなというふうに思ってたので、それが今回うまくそうですね、はまって、勝てたのかなというふうに思います。準決勝は多田成良選手、この試合はいかがでしたでしょうか。多田選手もそうです、すごいパワーがある選手なんで、やっぱり自分から、自分の組手スタイルが そんなに大きいような方じゃないんで、やっぱ行くしかないなと思ってガンガン行ったんですけど、やっぱりそのフィジカルの強さがすごいなと思って、やっぱりローがすごい強かったんで、そこでちょっと自分の突きがしっかりちょっと打てなかったなというのが、そうですね、反省点ですね。多田選手と戦うって2回目ですかね。そうですね、だいぶ前に一戦して、はい、その時はそうですね、僕が勝ったんですけど、やっぱり多田選手のそうですね、もう成長というかパワーも、そうですね、パワーが すごくなってて、そこでちょっと今回、ね、勝てなかったなというふうに思います。3位決定戦は、同門の岡田優希選手、これもかなり久々だと思うんですけど、11年ぶりぐらいですよね。そう、和歌山県大会の決勝で、あ、そうです、そうです、そうですね、岡田選手 KCC とか、チャンピオンになって、実際戦ってみてどうでした。いや、やっぱりその昔からめちゃくちゃ強いなとは思ってたんですけど、この KCC チャンピオンになったのを見てて、やっぱりその才能が開花したなというふうに思いましたね。
って実際やってみてやっぱり強かったんですけど、そうですね、負けたくないっていう気持ちはあったんですけど、結果的に負けてしまってすごい悔しい気持ちはあります。途中まで翔太選手が押してるかなっていう印象だったんですけど、やっぱりあの胴回しっていうのはこう不意をつかれたっていう感じですか？そうですね、そうです、はい。去年の世界大会で、胴回の落合選手とか、あとライバルの加藤大輝選手とか、あと後輩の剣舞選手とか、皆さんこう引退されていく選手がいるんですけど、その中でご自身がこう、どういうお気持ちなのかというところで、こうご自身の大会にこう出場されているというところで、どんな思いがおありですか？やっぱりそのちょうど30代というのが、その選手の引退するその節目になるのかなというふうに思うんですけど、やっぱりそうですね、その寂しい気持ちはあるんですけど、やっぱりその、そうですね、自分自身、そうです、今日も負けてしまったんですけど、やっぱりこういう舞台でできるのがすごい、そうですね、楽しくて、やっぱちょっとなかなかやめられないなっていうのがあるんで、そこはちょっと、そうですね、まだちょっと頑張りたいなとは思ってます。やっぱりあのコロナ期間のブランクっていうのがちょっとご自身の中で取り戻さないとっていうか、あれが大事ですね。そうですね、今後なんですけど、目標というか、どういったところに目標を置かれましたか？今までと変わらないんですけど、でもその引退するかっていうのが自分でも正直わからないところではあるんで、とりあえず出る試合、そうですね、優勝を目指して頑張っていきたいなというふうに思ってます。